2525、その後ろに416、その後ろに73です。3分線ですね、うん、では早速マサさんの予想もチェックしましょう。こちらです。はい、マサさんは2112、3着46、そして1623と押さえています、はいはいはい、4先行で2まくりならということです。113期の船山さん、頭を軸で14の356と、うん、2着3着固定でちょっと買わせていただくので300ポイントずつですね、うん、はい、こちらです。そして堤さんは、はい、私は14の折り返しの236、うん、あら、プじゃない。はい、今日ムカついてますよ。もうちゃんと予想してますから。昨日もね、ミッドナイト見ながらやってたんですよ。はい、もうしっかりね、ちょっと対策を練ってね、やってきましたんで今日は。あ、本当ですか。はい、もう街道練習と一緒ですよ、競輪選手の。あ、しっかり外でやってきてますから、私は。はい、で、16、これね、愛知の連携なんですよ。はい、で、あ、そうですね、4と6がね、はい、練習仲間でね、はい、やっててね、ちょっとこれ4が頑張ると16チャンス出てくるかなということで、はい、まあ、だからマサさんの予想も分かりました。だからマサさんとさっきお話、はい、本番前に話した時に、はい、あ、こういうことなんだろうなと。そうね、うん、まあ、だから前回4ね、林選手が、まあ、絶対バック取りに行きますからね、若手で、はい、なんで足れる可能性を考えて、ここでしっかり、うん、あの愛知ラインが入ってくる。真面目でしょ、平井さん。おめでとうございます。さすが、なんか上が、あ、なんでその空白。ありがとうございます。やっと16の2点買いでした。うん、2点買いだとすごいけど。16、61の1レース目から1000ポイントで17秒若さね、ここ注目っすよ、やっぱ今回は2分線ですよ。そうですね、ではマサさんの予想をチェックしましょうか。マサさんはこちらです。3と4争えば7227、3着35、そして番手離れて力決着も3443、3着2です。うん、そうか、そうか、まあそうですよね。14折り返しの356、ほうほう、まあ41ラインで、はい、投票が締め切られました。5もついていって37が届くかなみたいな。7は多分ね、146には勝てないんじゃないかな。ああ、でも16にはしたら、そうか、4が入るけどね、まあ、117期ね、うん、そうそうそう、そういうことね、うんうん、差しがある、うん、くー、これははっつくよ、1が頭は、まあ、平井さんと堤さんちょっと違いますね。平井さんの場合はもう1が、はい、僕は1消してます。平井さんはもう3が届いちゃうってことよね。そうですね、はい、うん、2分線で、うん、そうね、2分線はね、もう本当にもうラインでズドンっていくのか、ごちゃごちゃなんのかみたいな。で、意外と2番手3番手も入ったりするじゃないですか。で、気になるのが、はい、その坂本選手と奥中選手が大阪同士なのに、はい、短期になってんすよ。え、本当ですね、なぜだ。だからここは奥中選手が短期で行くってことで、自在についてって足ためて3着ドンかな。柳さん、できました？私も、はい、予想いかがですか。私もそのね、奥中さん入れ3着にしたんですよ、うん、ただ3443折り返しの3着に125にしたんですけど、うんうん、そうですね、1番も4の番手でついてきてっていう、あとは42、うんうん、も坂本さんとのラインです、ね、はい、はい、2人行こう。よっしゃ、マサさんはやった、ちょっとね、3着は2しか押さえてなかったのでハズレでした。声小さいな。で、残念なのでね、え、すごい、え、平井さん2連勝今日はいい ね、 今日はいいですね、素晴らしいね、すごい、なんか当たると、本番前は荒れるんじゃないかなとかおっしゃっていましたけど、はい、結構手堅く抑えていく。でもやっぱり短期の5だから、その、ね、大阪勢がライン組まずに分かれた理由っていうのも考えたら、短期に行った理由としては3着以内に入るためには、まあね、3、4が強かったので、そうですね、ちょっと5も抑えといてよかったですね。だから素晴らしい、裏を読むのもすごいですね。え、そこまでちゃんと、私はちょっと短期だから気になってたんですけど、はい、大阪同士でなんでラインを組まないんだってとこを、はい、着眼点がすごい、いや、でもそれを柳さんは変えたっていうのは俺すごいと思います、ね、褒め合い、お互いの褒め合い。